うわ、すごい綺麗な字。ていうか綺麗すぎてちょっと読みづらいぞ。何私にとても期待をしてくださっています。めっちゃ書いてるじゃん。めっちゃ英語エコー入るやん。西郷ちゃんは褒めてくれると思います。短冊にこれ書いたの？すごいな。あ、もう当日なんだ。早いな、ね。パンフレットの話があったから数日経つんかと思ったら当日だったのか。アニメどうすんだ。確かにアニメの話はそうだ、アニメ見れねえじゃん。そういえばさくらは一緒じゃなかったみたいだけど。さくらちゃんは今日の主役だからまだまだお化粧とかあるんだよ。え、間に合うんかな。終わった後すぐに見れんの、あの深夜帯で見るみたいな感じなのか。ワンチャンあるな。主役本物のお嬢だから書道の段とか持ってんのよ。そういうことね、うん、すごく達筆だからお客さんの短冊の代筆とかしてたの。そしたらそれが評判になっちゃって ね、 いいね。あれなんだ、あの未行の家系ですとかではなくて、あの単純にお家がめちゃめちゃ良くて書道の段とか持ってるから、うん、今回のそういうあの短冊書きます役に呼ばれてますってことか。そうだね、俺の代筆もしてほしいわ。何の代筆？願い事？願い事、でも全ての書類に関して全ての書類に関して書くの苦手だからさ。あ、まあね、わかるわ、文字書くのね、うん、あのだんだんパソコンでデジタル化が進んでるからね。そう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 。でいざね、アナログの紙に、ね、字書くとね、結構汚くなっちゃうの分かるわ。さくらちゃんに短冊を書いてもらうと自分で書くよりも願い事がよく叶うって。マジっすか。近所の女の子がいっぱい来るようになっちゃったんだよね。あ、それもあってガール AB が今年もやってるみたいな風に聞いたのか、はいはいはい。あ、もしかして僕が切っている笹はそのため。あ、人が増えたって話か。大正解、うん。さくらの短冊をお目当てに来る子らが今年はものすごい数になっちゃったっていうわけよ。なるほど、はい、みんな恋愛系のお願い書くんかな。うん、面白そう、こういうイベント。え、どうした。うわ、うわ、あ、一応お祭りなんだ、はい、暗くね、背景にしてはそんな暗い、ちょっと提灯足すとかさしてくれたらよかったのに、うん。境内に、群れる群れるとか言うな、女の子の集団を見て、僕は思わず、うめいた。なんだこれ、さっきまではいなかったのにすごい人数、しかも全員中高生ぐらいの女の子ばっか。女の子たちが黄色い声を上げた。すごいエネルギーに思わず後ずさりしそうになったよ。おお、すげえ。向こうから巫女さんが歩いてくる。ピンと伸ばした背筋に、こちらも真面目な気分にさせられる。女の子たちの黄色い声もすぐに収まった。一枚一枚書いていきますみたいな。皆様、巴神社の七夕祭りへようこそいらっしゃいました。本日書を務めさせていただきます、水月さくらです。未熟者ですが精一杯心を込めますので、どうぞよろしくお願いします。お、 CG 入りましたね。もっと引くタイミングあるかな。さくらは、黒い石の入れ物を取り出す。そこに水を入れてから静かに水入れから静かに水を注いだ。小さな黒い棒をその中に立てて、そっと前後にすりつける。あれですね、炭ですね。あ、はいはい。これは確か炭っていうインクを作ってるんだ。すぐに使えるようになっている液体タイプの炭じゃなくて、固体から、すりおろして使うこっちの方が、はい、本式なんだって聞いた。お、結構物知りですね主人公。その間にカリンが待っている女の子たち、カリンが待っている女の子たちに列を作らせていた。誰の顔にも期待が浮かんでいる。大人気。大人気だね。書いてもらうんだろうなみんなが。さくらが先頭の女の子に礼をした。女の子は緊張しつつさくらに近寄る。さくらの、顔に口を近づけそっと耳打ちをした。あ、だからちょっと恥ずかしいのかな、お願い事だから、はい。願い事を言い終えた女の子は耳まで真っ赤になった。多分恋のお願いなんだろうな。さくらは優しく笑うと、筆と短冊を手に取る。墨をたっぷりと筆につけるとそのままゆっくりと筆を滑らせた。流れるような滑らかな動作だ。さくらは出来上がった短冊をカリンに手渡した。カリンが背後の大きな笹の枝に、
いや、あ、笹の枝って言い方するんだ。だとしたら笹ってなんだってなるな、確かに。短冊を結びつける、あの竹じゃないんだね。その間に、さくらはもう次のこの短冊に取り掛かっていた。大変だね、一人一人やんね。めちゃめちゃ大変。お、全体映りましたね。おー、すごいね、後ろに短冊もありますね。後ろ見るとフローターサーブが入りますようにとか、なんか部活のお願いとかありますね。ちょっと細かいところに目がいっちゃいました。ピンと背筋を伸ばして筆を走らせる桜の姿は神秘的だ。本物の巫女だと言われても信じてしまいそうなくらい、まさに神様の使いっていう雰囲気だった。うん、似合ってる。いいね、もう清楚キャラにはやはり巫女服が似合いますね。お、桜が焦っている。どうしたどうした。短冊は丁寧に書いてる。でも合間合間にチラチラと巴寮の方に視線を向けている。時間を気にしてるんだ。出たー、アニメの時間だ。先ほどの話だ、アニメの時間だ。どうしようどうしよう。葵が不思議そうな顔をしている。でも僕にはよくわかっている。何しろもうすぐサムライメイデーの第1話の放映開始時間なのだ。このままじゃアニメの放映に間に合わない。時計を見るわけにもいかないし、さくらは気が気じゃないだろう、うん。それによく見たら桜は随分疲れているようだ。桜の体力も心配だ。いや疲れるでしょう。ね、全員分ずっと書いてたら、いや、きついよね。文字書くだけっつったって1時間も2時間もこれやってたらきついよな。そう。うん、よし。どうした。いきなり桜に声をかけるわけにもいかない。僕はまず、手近なテーブルに置いてある短冊を手に取って、桜への伝言を日本語で書き留めた。書けるんだ。ごめん葵、ちょっと変わって。首をかしげる桜から短冊を受け取るのと入れ替えに、僕は桜にさっき書いたメモを、渡した。あー、だからさっきまで短冊受け取るだった、受け取る側だった葵ちゃんとすり替わって、うん、あのカンペを見せたって感じかな。あー、桜とっても疲れてない。僕が変わろうか。外人が書くっていうのも多分喜んでもらえると思うよ。いやー、そうか、そうかそうかそうか。いや、達筆な字だから願い叶いそうみたいな話でここが盛り上がってるのでは。大丈夫か、知らん外国人がなんか書き始めた。書きやそうだよね。ちょっと微妙じゃないから。さくらはそれを見ると素早く新しい短冊を1枚手に取って、目にも止まらない早技で返事を書き上げた。うわ、すごい綺麗な字。ていうか綺麗すぎてちょっと読みづらいぞ。何私にとても期待をしてくださっています。めっちゃ書いてるじゃん。めっちゃ英語結構入るやん。短冊に これ書いたの。すごいな、すごいな、早いな。録画をお願いします。今にブルーレイレコーダーあるんすか。録画しに行かんきゃ。すげえな。メッセージの最後にはデフォルメした西郷ちゃんのイラストまでついていた。パチンと可愛くウィンクをしているさくらの、イラスト上手だな。知る暇ないやろ。さっさと撮りに行けやビデオ。僕はさくらの背中を叩くと軽くうなずいてみせる。さくらもそれを見て周りにわからないくらい軽くうなずき返した。録画を一緒に見ようじゃ。うん、後で。今の、ブルーレイレコーダーは幸いなことに僕が実家で使ってるのと同じメーカーのものだった。そんなことあんの。これならメニューが日本語でも勘で操作できる。あとちょっとで時間だ、ロックが開始っと。おー、サムライメイデーのっぴが始まった。危ねえ危ねえ。動いてる、西郷ちゃんが動いてる。今までの PV、今まで PV では見てきたけど、こうやってテレビで動いてるのを見ると感動するな。さ、先に見ちゃっていいのかな。までって言われなかったから見てもいいとは思うんだけど。ちょっと約束しただろ。でも一緒に見ようって話したからな、うん。まあ、一緒に見てる間ネタバレしなきゃいいんじゃない。まあまあまあ、まあ、さっきちょっと見ちゃったけど一緒にもう一回見ようよみたいな。あー、このまま全部見ちゃいたい。でもさくらは自分の仕事を頑張ってるんだ。全部終わったら一緒に楽しくおしゃべりしながら見よう。うん、お、えらい。なんだろう、サイレンが聞こえる。俺の何のサイレンだろう。火事か事件でもあったのかな。物騒だな、何か不穏な雰囲気。救急車っぽいけどね、不穏だな、うん。なんださくらちゃんが
録画終了っと。え、これずっと見てないといけないんだよ。そうなの。そういうタイプですか。それにしても桜遅いの。さすがにもう終わってもいい頃だと思うんだけど、録画も終わったし様子を見に行ってみようかな。あ、誰か来る。やっと終わったみたいだな。遅かったね、桜。あんた、こんなとこで何してるの？いや、頼まれたんで。何って、桜井名伝の録画だけど。いや、頼まれたんすよ。誤解なんやて。多分さくらちゃんが倒れたとかなのかな。はなんで、意味がわからない。さくらが倒れたって時にあんたはこんなところで漫画を撮って遊んでたっていうの？いいご身分ね、このろくでなし。せっかく仲良くなったのに。早速せっかく仲良くなってきたのに誤解やん。これさくらのためなんや、さくらちゃんのためなんや。寒気がした。背中に氷を突っ込まれたような感じ。さくらが倒れたってどういうこと？あんなに大きな救急車のサイレンが聞こえてなかったとは言わせないわよ。あー、救急車って分かんなかったんだな。カリンちゃん、違うの。誤解、誤解なの。僕見てたから知ってる。録画はさくらちゃんが頼んでたの。は？さくらが？ポケットの中のスマートフォンがメールの着信を鳴らした。クソ、何だってんだこんな時に。今はそれどころじゃないっていうのに。さくら、え、どういうこと。さ、今さっき倒れたっていう話じゃ、それも救急車で運ばれたって話じゃなかったの？カリンと葵が両脇から僕のスマートフォンを覗き込む。僕はさくらからのメールを開封した。サムライ名伝のアニメちゃんと録画できましたか？おシリアス、変わっちゃったな。私のノートパソコンと一緒に市民病院に持ってきてください。今から見んの？もうすぐ面会時間が終わってしまうので急いでくださいね。ついたな。あれ？もう運ばれた。あれ？運ばれたんだけど意外と元気ね。なんなのよ、それ。怒って損したじゃない。それは怒るよな、でもな。まあね。なんでお前アニメ見てんだよこんな時にって思うよね。ドスン。カリンはがっくりと、その場に崩れ落ちた。いやー、何がでもあったんだ。貧血とかかな。じゃない、働きすぎでしょ。働きすぎか、単純に。もともと体なんか弱そうな感じしてたしな。うん、市民病院は、駅前の一等地にあった。面会を申し込み、ゲストバッジをもらう。さすがにこの時間になると人の姿は少なかった。部屋まで来たけど入室者を示すプレートはかかっていない。本当にここで合ってんのかな。ああ、なんかプレートになんか誰々さん誰々さんって書くやつあるよね。まあ配達だからあるよね。ああ、そう、すぐだからないのか。迷っていると 中からドアが開かれた。あー、よかった。遅いから間に合わなかったのかと思いました。立ち話もなんですし、どうぞ中に入ってください。あ、慣れてんのかな。清潔で綺麗な個室だ。僕は桜に勧められるがまま、椅子に腰をかけた。パジャマ姿で病院のベッドに腰掛ける桜。その姿はなんていうかとてもしっくりきていた。しっくりきて、ああ、なんか、ね、体弱そうに見えるって感じなのかな。多分慣れてんだろうね、病院に入ってることが。そうね、それここで行動すること自体がさくらちゃんが慣れてんだろうね。うん、そうしてここにいるのが日常だと感じるってこと。今日はちょっと無理をしてしまいました。出したことはないのですが、念のため一晩泊まっていけということです。録画はできてるよ、言われた通りちゃんとさくらのノート PC 持ってきた。今気づいたのですけど、もしかして私の部屋になんかフィギュアとかポストとかいっぱい貼ってあったの。ちょっと入ってほしくないみたいなね。ありえるね、それは。あ、いやいや、まさかちゃんと葵に取ってきてもらったよ。紳士だなこいつ。ところどころいい男なんだよな。あ、そうですよね、よかった。私たらそそかしくてちゃんと伝言するのを忘れてしまいました。僕もそこまで、さすがに無神経じゃないよ。もうご覧になりましたか、アニメを。いや、さくらと一緒に見ようと思ってまだ見てない。それならちょうど良いですね。面会時間が終わるギリギリまで
ぜひ一緒に見てまいりましょう。意外と元気やな、うん。メッセンジャーバッグからノート PC と、ブルーレイディスクを取り出してセットアップする。僕たちは小さなノート PC の液晶モニターに2人で覗き込む。周りを気にして、音量はごくごく小さめだ。いや、イヤホン使えばいい。イヤホン。ないのかな？カップルイヤホン使えや。ね、あの、片耳同士をあの入れ合うみたいなやつ。そうそう。わあ、見てください。西郷ちゃんが動いてますよ。かわいいですね。凛々しいですね。テンションぶち上げやん。うん。うわーすごい、原作のイメージそのままだ。っていうかそれ以上だ。これ動画枚数どれぐらい使ってるんだろう。めっちゃ作画いいんじゃん。めっちゃ作画いいのかな。なんか何フレーム分みたいな、何枚分使ってんだみたいな。何枚書いてんだろアニメーターさんって話か、うん。あのですね、実は葵さんにもかりんさんにも言っていない秘密の話なのですが、実は声優をやっている。何？お、もしかしてもしかしてつって一瞬乗っちゃったけど、なんだろうなんだろう。オタクなのです。知ってんじゃない。いやそれは知ってんじゃないか。侍メンデン自体を持ってることは知ってるんだもんね、うんうん。どうしてそこで黙るのですか。いや知ってたがっていう話だよね多分ね。うん、いやだってあそこまでディープな話をしておいてオタクじゃありませんっていう方が無理があるよ。だから昼間のことすごく楽しかったんです。お友達とああしてオタクの話をするの夢でしたから。楽しいよな。ですからそのもしあなたさえよければまた。だからちょっとオタクめな選択肢の方がうん、あれだったんだな、あの正解だったんだな。そうね。さくらは期待を込めて、でも何かを恐れるように僕の方をじっと見てる。ああもうそんな顔されて断れるわけないじゃないか、うん、言ったでしょ、そんなの僕の方からお願いしたいくらいだよ。いい感じに仲が深まってますね。ああまたあれですね、スマホパートですね。よいしょ。はあ、楽しかったです。確かにオタクだとねハンドルネームね本名じゃなくなりがちなところあるからな。チェリーブロッサム、ね、ちょっと笑っちゃうごめんなさい、ちょっと笑っちゃうんでこの顔文字。ムミさん、サムライメイデンのこととても詳しいのです。思わず盛り上がってしまいました。よかったね。その顔じゃうろってそうよかったねで、ね、それめっちゃおってるように見えんだよ。はい、面会時間ギリギリまで話し込んでしまって、府長さんに怒られるとこでした。顔文字乱用するな。さくらあんたね。はい、無理なら無理って言いなさいよ。心配したじゃないの。申し訳ありません、あとちょっとならなんとかなるかと。あんたいつもいつもそうやって無理しすぎて倒れるんでしょうが、いい加減覚えなさいよ。皆様の期待に満ちた目を見るととても途中ではやめづらくて。お人よしもいい加減にしなさい。あんたはまず自分の体のことを一番大事に考えなさい。かりんちゃん落ち着いて。まあね、でも心配だよね、友達がね、うん、こうなるの。それにムービーのことだって。ムービーさんが何か。ああ、いや、ビンタした話かな。かりんちゃんムービーにさくらちゃんほっぽり出して何やってるんだって怒ったの。あ、ちょっと葵、まあちょっと勘違いしただけよ。あんたが録画頼んでたなんて知らなかったから。うわーん。うわーん。本当に申し訳ありません。反省しています。自己管理ができないものが人様の期待に応えようなんておこがましいことでしたね。おお、めちゃめちゃ真面目に言うやん。でもいいと思うけどね。人のために頑張ったってことだから。偉いと思うけど。あ、いや、私はそこまでは。でも、ちゃんとそこまで考えたらいいことだと思うよ。ね。いい子の集まりやって思うわこのゲーム。いえ、そこまで心配をかけてしまって本当に申し訳ないと思ってるのです。さくらちゃんはもうちょっと僕たちに頼ってくれていいんだよ。そうだ、はい、本当にそうですね。家族だからな、うん、そうよ、私たちは家族なんだから。ムービーさんには後でちゃんと謝っておきます。あ、私も一応頭下げておくか。かりんちゃんも謝った方がいいかな、やっぱり。そうね。ちょっと待ってくれ。
待ってそれでごめん僕が悪いんだ多分僕が悪いんだと思うんだけどいや俺まあ煽るときあの顔文字使っちゃうからああわかるやっぱそうなんだ分かってくれるならいいけど、うん、ちょっと過剰反応しすぎだなと思って申し訳ないなと思っちゃった